はい、冒険者の皆さんこんばんは。第68回、もぎたてバナティールの時間がやってまいりました。ファイナルファンタジー11プロデューサー兼ディレクターの藤戸です。よろしくお願いします。はい、そしてはい、本放送からご視聴の皆様ご無沙汰しております松井です。よろしくお願いします。はい、そしてはい、コミュニティチームの望月です。どうぞよろしくお願いします。はい、さっぱりしましたね。白髪めっちゃ目立つね、すごいね、うん、はい、それだけ苦労してるってことですかね。はい、では、ハッシュタグの説明をねちょっと最初にしときましょうかね。さっきテスト放送でいきなり飛ばしたんで、うん、はい、X で、いろいろご感想などお寄せください。シャープ MOGIVANA ですね。はい、こちらを、つけてつぶやいていただけるとこっちでなるほどっていう風な感じで見れますのでよろしくお願いします。はい、そしてですね、今日本放送にはですねスペシャルゲストをお呼びしております。はい、ではご紹介しましょう。声優の加藤恵美里さんです。どうぞよろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは。声優の加藤恵美里です。よろしくお願いします。お邪魔します。はい、よろしくお願いします。進行をね、ところどころ任せていただけているので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ところどころどころかメインですよ。いやいやいや、どうでもない。まあね、あの声優としての仕事でね、十分ちょっともぎばなにも貢献していきたいなと思っております。ありがとうございます。今日もいっぱい耳をね、皆さん癒されましょうということで、最初と最後だけ自分がすいませんちょっとだけしゃしゃるんですけど、それ以外は全部エミリーさんに進行していただきますので、皆さんどうぞご容赦ください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで本編に入る前にですね、ちょっとだけあの2月に公演があった朗読劇の振り返りなんかを写真を交えてしていきたいなと思うんですけれども、スライドを早速表示していきたいと思います。うん、はい、こちら会場こんな場所で行われましたということなんですけどね、めっちゃいい天気でしたね。そうですね、所沢の、桜タウンですね。はい、はい、こちらのジャパンパビリオン、なんだっけな。A って書いてますけど。はい、こちらで行いました。はい、あのね、2024年の2月17日だったんですけど、うん、はい、もう3ヶ月も経ってますね。早い、本当早いですね。早い、この間のような気がするんですけど。そうなんです。松井さん覚えてます？覚えてますよ。覚えてますよ。ただあの、はい、そうなんですよね、本当はこの変な建物あるから見たかったんですけど、うん、結構ギリギリに着いた感じだったから、直前に着いた感じで、はい、でも見知った顔がいっぱいいて、なんか懐かしかったですよね。あ、ちょっと同窓会的な。そうそう、はい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 、そうかそうか、うんうん、お客さんの雰囲気とかもなんか皆さん覚えていらっしゃいます？なんか印象的、親子連れの人が多かったなとか、同世代の人が多かったなみたいな、なんかそんなことを思った記憶があるんだけど、どっちだったかなって。忘れてるじゃないですか。やっぱ3ヶ月良くないですね。良くない、良くないです。いや、でも私から見て、はい、結構お客さんの層は、はい、いやもう長い間ずっと冒険者でいてくださるんだろうなっていう方もいれば、お若い方もやっぱりいらっしゃって、そうですよね、やっぱり親子でやってたり、そうか、あとは意外にその14から入りましたっていう方もいらっしゃったみたいで、なんかね、すごく年齢層が幅広いなっていうのを感じました。今回ね、あの、家族連れの方がね、割とあのお見えになられて、で、小さいお子さんを連れたあのご夫婦っていう感じの組み合わせだったりとか、そう、小さい子分かるかな、どうかなとかと思ってたんですけど、思いのほか楽しんでくださってたみたいで、なかなかあの興味深い客層だったなと思います。なるほど、なるほど、ありがとうございます。で、次のじゃあスライドお願いします。次がですね、ステージの様子なんですけれども、もうなんかね、最近あの別の生放送の見た2人組っていう感じ。これあの幕開ですね、5つのお話をやってもらったんですけど、はいはい、ちょうどその2話目と3話目ぐらいかな、その間で
あのクールタウン、クールダウンみたいな感じでちょっとお二人にお話をいただきました、ね、欠かせないお二人ですね。そうですね。でもなんかやっぱりお二人がこうやっていろいろ企画もしてくださってるんで、はいはい、ここだけの裏話的なものとか、はい、あと面白かったのがあのいろいろこう朗読劇のこのバッグにやっぱりスクリーンショットが出るじゃないですか、はい、そのスクリーンショットの撮影秘話だったりとか聞けてすごく面白かったなっていう。どうですか、ね、タルタル目線だからちょっと低いんですよね視点が。まあ、そんなこんなのねアットホームな雰囲気の中ではあるんですが、本番中こんな感じでしたということで、こちらも写真2枚ほどご用意してあります。うん、はい、いややりましたねこの時みんな白い衣装っていうのをもう揃えてやったので、はい、なんかすごくなんかこう一体感があってまとまりがあってすごくいいですね、うん、綺麗な感じがして柔らかいけど凛とした空気もあるんでとても素敵なステージですよね、うん、なんか実際演じてる時とかリハーサルの時もそうなんですけど、はい、私たちこの本番中このスクリーンショット見ることができないんですよ。あ、そっか。そうなんです。なので後でその公演が終わった後にそのアーカイブでしか確認できなくて、で後ろその団長たちがどういうスクリーンショットを撮ってくださったのか後で知るっていう。そうなんですよ。なので私たちよりもこの会場に来てくださったお客様、冒険者の皆様が一番最初にこの会場の雰囲気を一番堪能できてるんだろうなっていうのを。全然仮の話ですけど、はい、返しのモニターとかがあってそういうスクリーンショット映ってたら、うんうん、その見ながらやっぱり演じられるものですか、それとも、うん、まあ状況によるんでしょうけど、そうですね、その手元の本にし、エミリーさんの場合どっちの方が多いんだろう。いや私でもやっぱりスクリーンショットがあっても、うんうん、そこまでチラチラは見ないかもしれない。見ないかも。なんか台本からちょっと目を離しちゃったら今どこ読んでるか分からなくなっちゃいそうだからなるべく。ただでもアフレコとかはまた別になりますけど、うん、はいはいはい、うん、でもやっぱりこうリリゼットのシーンとかそういうところは見ながらできても楽しかっただろうなっていうふうには想像しますね。うん、貴重、まさに貴重な話よね、演じてる側のこの。そうなんですよ、なんか、うん、だからライトとか、はい、その効果、うん、もうどんな風になってるのか、うん、なんかビカってしてるけど、うん、今これ何が起きてるのって思いながらそうなんですよ。そっか、見え方が全然違うんですね、はい、なのであのウェポンスキルが打ってる時とかどんなエフェクトになってるんですかっていう風に想像しながらやるしかないみたいな。確かにそうなんですよ。音の方ではそこまでなんかアクティブな動きはないんで、うんうん、音とあとライト、ライト、そうですよ ね、あの2つであの大体は表現されてたんですけど、うん、全部あのゲームから吸い出したやつなんですよね、あの音、うん、こういうウェポンスキル打ちたいんでとかって言ってあの発注を受けて、うん、で切り出してどうぞって言って渡してたんですけど、うんうんうん、なんか時々あのこう発注の流れの中でこうトルネドをくださいって、はいはい、言われて、でトルネドの1と2って違うんですよね、エフェクトも音も。でもあのこっちがちょっと切り出すときにこういろんな人経由するんで、途中でその1と2が切り替わっちゃって、なんかこれ違くないですかとかっていうのが納品後に発覚して、もう一回取り直してみたいなことがちょっとあったんですけど、あれはもう普段から聞いてここで入れようとかって決めてた人がちゃんと耳でアクティブに、あれおかしいとか想像と違うとかっていうふうにきっと思ったからできたっていう話でね、それだけこう熱量がここにはもう込められてたんじゃないかなと思います。確かにこれちょっと演者的な裏話がちょっとありまして、はい、あの魔法、あの私が転生するお話があったんですけど、はいはいはい、そのお話の時にいろいろキャストの皆さんがそれぞれウェポンスキルを打ったり、うん、魔法を唱えたりとか、私がね女神の言いを唱えたりとかいろいろあったと思うんですけど、その効果音の終わるタイミング、はい、そのセリフの終わるタイミングと効果音の終わるタイミングがちょっと最初はずれてたんですよ、うん、なぜなら私たちはゲーム内でこのタイミングでこの効果音が終わるよ、シューンって音が鳴るよっていう体感が私と浅川優さんは分かってるんですけど、はいはいはい、なんかその音を出してくださってる方はそのタイミングはっきり分からないんで、はい、もうちょっと後ろ、もうちょっと後ろ、もうちょっと前ですとかこれじゃあちょっとなんか呪文の終わるタイミングちょっと
気持ち悪いよね体感ねみたいな、その冒険者としてのその効果音の位置のこだわりっていうのがあってリハーサルで相当結構調整していただきました。すごいな。そうなんですよ、戦闘でなんかその佐々木さんとかのぞむさんだったりとか白熊さんもこうウェポンスキルとその効果音のタイミングがちょっと難しい、僕たちわからないからっていう時にこの音のここの時に設定お願いしますみたいなここでウェポンスキルこの技名を叫んでくださいみたいな感じで気持ちのいいところでバッチリ読んでくださって完璧でした。さすが、はい、もうゆうさんと私でお二人にその技のタイミングと魔法のタイミングをお伝えしてっていう熱いリハーサルを行ってました。さすが座長ですね、はい、座長ですよ、これが ね、 ですよ ね、 ね、やっぱねちょっとずれてるとやっぱこう、はい、あれなんかちょっと気持ち悪いなこの魔法の唱え終わりってなっちゃうんで、うん、炎症時間はね大事なんで、大事ですね動いたら止まっちゃいますからね。そうなんですよ。いやもうそのメイを映像をね、うん、メイキング入りってやってこうね、うん、ブルーレイで1万8000円ぐらいで、うん、結構しますね、結構しますね、1万8000円、まあまあ、まあまあ舞台裏をじゃあ相当多く入れないとダメですけど ね、 そうね。いやでもそれだけ熱いあの効果音指示が私たち側からあったっていうのはちょっとね皆様に知っていただきたいなって今ふと思ったのでお伝えできてよかったです、はい、ありがとうございます、すごく素敵なお話そして写真もう1枚ありました、多分今お話を、ね、いただいたところの、はい、あ、2枚ある？あ、2枚ある、はいはい、じゃあはい、うんうん、お願いします。あー、まずエミリさんが、はい、はい、これリリゼットのところかな、何の時のだろう異世界転生、あ、異世界転生の時のか、はい、か ロンフォかなんかの、あの、立ち火のところに、うん、私が転生してきちゃったところかななんか、私の視線が低いからみたいなことをやってるところかしらそしてもう一枚、はい、はい、あーこれはリリゼットのシーンですね、おそらく、うん、二人ともかなり熱演でしたうん、好きなキャラだし私はリリゼットも担当させていただいてるのでかなり思いがありがとうございます。はい、藤田さん、松井さんはそれをね今回観客席からあの、はい、舞台袖とかではなくても完全に観客席からお客さんとして、はい、満喫できてたと思うんですけど、いやもういかがでした？本当に満喫っていうか最初5話あるって聞いた時に、はい、うんうんうん、これはな長いなと思ったのに、うん、あっという間でしたね。早かったですか？早かったですね。え、もう終わりっていうぐらい、なんだろう、だれなかったですよね、お話もね。こうで結構いい感じでバラエティに飛んでるというか、あの、うん、それこそ片山さんの異世界転生とか始まった時、何をやる気だ こいつらみたいなそういうのがありましたけど、うん、最後ちゃんと落としどころは、ね、泣かせていきまして、もう分かってても泣くっていうね。自分は脚本見て監修してる側だったんで、それをどう演出して、うん、見せていかれるのかなっていうのを、まあ、そういう目線で見てたんですけど、うん、いやもう想像をはるかに超えていきましたね。やっぱ声ってすごいですね。すごい力が本当に、あの文章で読んでて、あのメッセージがこう並んでるんですけど、それって普通にこう自分の頭の中で想像して読むじゃないですか、うん、それどころじゃなかったですね。やっぱり本物は違うなって思いました。本物って何が本物なんだっていうイレブンじゃないのっていうことにもなるんですけど、いや本物です、ね、本物だって見てくれた人の声もやっぱイメージ通りだったっていう、うん、あの感想の人がすごく多かったですし、ね、であとはやっぱさっき背中にスクリーンショットっていう話ありましたけど、はい、目から入る情報って少ない方が集中できるんで、よりその声で世界を作っていただいたなっていうところがあって、多分この松井さんがグイグイ引き込まれたとか、シナリオを知ってても感動するとか、そういうところに つながったはずなんで、そうですね。いやー次もまた見たいな本当に、あと音楽の力ってすごいなっていうのを本当に感じて、やっぱりね、白門の BGM とか流れてきた瞬間に
みんなうわーってなりますね。思いますね。なりますね。そこでね、ナジャが登場して、アブクーバが出てきてみたいな。一気にアトルガンの空気っていうものがね、はい、あの頃の俺たち出てきますよね。ずっと放置してシャウト待ってたみたいな記憶がね、ブワーって一気にみんな蘇ってきたんじゃないかなと思って。うんうん、やっぱ音楽も、まあ、声もそうですけど、音楽とか効果音のその脳に刻まれたこうなんていう記憶って本当に忘れてても引っ張り出されますもんね。あれ本当にすごいなと思います。サウンドのね、水田も当日見に来てたんですけど、うん、もうその後の感動っぷりというか熱いね、感想。そうですね、X に書いてくださってて、割とあのクールな人なんですけど、うん、なんかすごい分析始まったぞとかってX ツイートがすごいことになってて、本人ものすごく良かったって言ってて、やっぱり音楽を作る側からしても想像を上回っていく、やっぱり融合された何かっていうのは強いんだなっていうのはその時に自覚できましたね。いや本当素晴らしい、いいものを作ってくださいました。ありがとうございます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそ。ということでね、またね、機会があればぜひお願いしたいなと思いながら、はい、そろそろ本編に参りたいと思います。ということで、はい、ここからじゃあエミリーさん、よろしくお願いいたします。はい、それではまずはこちらのコーナーです。もぎってバージョンアップ。まずはこちらのご紹介からです。はい、アンバスケードということで、今月のモンスターはこちらです。ドドン、ドンベリとケイトス。はい、はい、ではじゃあこちら詳しいご説明の方お願いいたします。はい、まあ自分が担当したということで、基本的には第2章の説明をさせていただきます。はい、まあ、ケイトスは1体なんでね、大きい敵1体なので、まあ、モードを変えてそのモードに合わせて適切な行動をとってくださいねという形のデザインです。でノーマルと、まあ、魔法に強い水のモードと物理に強い雷のモードがあります。どちらもそれぞれの効かない方の行動をすると嫌になるようなものがついていてサインになっているので、そこは見ていてください。で今回5月ということでゴールデンボムも出るんですが、うん、まず普通にヒットポイントをある程度削れば出るというのがあるので、これは何も考えないで1体出せるのかなと思います。でもう一つはその魔法が入りやすい時に通算で MB を何回か、うん、で逆に物理ダメージが入りやすい時に連携を何回かっていう形で、その条件を満たすと出てくると思います。ただ前回もやってるので皆さん分かってるかと思うんですけど、意外に普通に戦ってれば出てくるかなって、自分もそのやってたらそうだったんで、あまり意識しないでも3体、はい、ゴールデンボム出てくると思います。出てこなかった場合は今言ったことを意識していただければと思います。なんで5月ケイトスかというと、なんか、うん、これも前も置き花でお話ししたかなと思うんですけど、僕小学生低学年ぐらいの時にクジラ雲っていうのがあったんですけど、はい、それがなんだろう、ちょうど春のね、なんか いい天気の頃にその授業をやった記憶があって、どうも5月っていうとクジラっていうと5月なんですね。へえ私もこの国語やりました。クジラ雲、大きな大きなクジラ雲やりました。私は小学校1年生か2年生の時に国語の教科書に載ってた記憶があります。すごい懐かしいなって思いました、この補足を聞いてそう、なんかそういうところきっかけでバトルをデザインすることが、うん、もう最初のうちはね、ネタとかギミックでいくんですけど、うん、結局それの組み合わせになるなってきた時に、なんかコンセプトっていうか、それを設定するための目標っていうんですかね、きっかけが欲しいなというので、うん、特に次の説明する6月のモンスターはまたもう今だから言える裏話をさせていただこうかなと思います。はい、はい、じゃあ早速その続いて6月のモンスターぜひ6月は、はい、1章がサハリン、
で2章がヘクトアイズです、うん、ヘクトアイズなんですけど、はいはい、実はですね僕はあのアニメ映画某アニメ映画を見てそこ の, あの後輩系ヒロインがね闇落ちするんですけどそのシルエットがヘクトアイズっぽいなっていうところから、うん、あのこれを考えましてあのこの真ん中のねその後輩系ヒロインがマスターなんですけど、うん、その脇にそのマスターなんですねマスターっていう風に呼びながらマスターを守るその音もねサーヴァントたちが5体、うん、5体いるんですけど、うんうん、まあそれぞれあの特徴があるんですね。あの物理攻撃に特化した感じとか魔法攻撃に特化した感じとかすごい俊敏なやつとか回復力があるとか、うん、あとはあのなんていうのかな謀略家というかこうねそういうちょっと絡め手が得意なタイプとか5タイプいるんですけど、うん、まあ、それぞれはそれぞれあの守っているのでまず真ん中の、はい、ボスが硬いんであの周りのサーヴァント倒していかなきゃいけないんですけどサーヴァントを倒すとそのサーヴァント能力吸っちゃうんですね、うん、あのボスが、うん、でそうするとその今どんどんボスはあの柔らかくはなるんだけど攻撃がいやらしくなっていくのでそういう意味で言うと全部倒すとすごく一番柔らかくなるんですけど、うんうん、そういう意味では全ての全ギミックを今度ボスがそのね持っちゃうわけですね、うん、なのであるところでその一番こいつに吸われたら嫌だなと思うものを残して倒すっていうのも一つの手かなと思います。なるほど、はい、まあ、音も本当は7体出したかったんですけどねちょっとあの数が出せなかったですね。で後日あの、まあ、これ3部作のうちの2部作目のを見終わった後に作ったんですけど3部作目を見終わった後にイレブンの配信であの浅川優さんにお会いする機会があったんで、はいはい、浅川さんが声つけたキャラかっこよかったっすねって言ったら今回生き延びたのでドヤって言ってました、はい、というところで。なるほど、あれこれちゃんと説明できてたの、はい、どっちのゲームの話かは分かんないですけどちゃんと説明はできると思うそうですね、はい、サーヴァントの方の愛は伝わりました。そうですね、後輩系広いね、後輩系広い、はい、じゃあこれが6月と6月、はい、6月、はい、はいはい、お願いします、はい、でね、一応ねこの先もちょっと復刻というか実装予定決めてきたので、はい、ちょっとざっと出しましょうかね、うん、はい、まあ、7月から10月こんな感じでいきます。おお、ずらりと、はい、フォモルはやっぱ10月なんですね、あのかぼちゃかぶってるのはねこれ逆に他って出しづらいですよね。そうですねはい、まあ、一応こんな感じでやっていこうかなと思っております、うんうん、はい、アイドルとかもやったな、頑張って倒したな私、ね、落としていってっていう ね、うん、ね、はい、みんな頭に入れましたか、はい、はい、なんとなくこれを見つつねどこ狙っていこうかなと。そうですね、うん、攻略とかは特に今回変えませんので、うん、あ、これ知ってる、こうやったらいいやっていうのはそのまま使えると思いますんで、はい、思い出してください。はい、ありがとうございました、はい、では続いてはこちらです。マスタートライアルということで、これはまた強敵との戦いが新たに追加されるということなんでしょうか。はい、そうですね。これ弱い敵だとちょっと困るんで、ね、マストラですから、はい、というわけでね、まず、バトルフィールド、こういうところで戦いますよということで、はい、じゃあお願いします。じゃんじゃん、わー、綺麗、綺麗ですね、うん、本当は反対側がメインなんですけどね。あ、そうなんですか。これ後ろ向いてます。へー、そうなんだ、はい、もう見てパッと分かった方は、はい、あー、なるほどっていう感じだと思うんですが、まあ、バージョンアップしてもう普通に情報解禁みたいになっちゃうんで、うん、ちょっとここはもうネタバレ もう覚悟でもうモンスターも出しちゃおうということで出します。はいはい、というわけで戦うのはこちらの方々です。ででああ、こちらの方々こちらの方々めちゃ強な方々、はい、頂上決戦になりますね。ああ、すごいですね。でも、はい、
めっちゃ大変そうです。さすがに2体だしね。そうですね、うん、2体っていうだけじゃないですからね。ねえ、特にあの黄色い方はあのいろいろと苦労されてた覚えがあるはずなので、あのその手順も覚えておいてくださいね。あー、じゃあ復習しておかなきゃ復習できるモンスターではないんですけど、ね、頭の記憶か攻略をちょっとね見つつみたいな、ね、何使ったかなとかそのあたりはちょっと思い出しておいた方がいいんじゃないかなと思います。なるほど。報酬とかはさすがにやっぱりね、うん、気になりますよね。まあマスタートライアルなんでね、そんな、うん、あのとってもすごい性能のみたいなことにはならないんですけど、うん、はい、こちらになりますね。はい、はい、どうぞ。おー、大量じゃないですよ大はかり、大はかりですね。はい、太刀かな、両手刀になります。なるほど、やっぱかっこいいですね、あの光ってるやつはね。そうですね、うん、これ系はあの抜いて構えるとスラリとね、あの光ってる部分が出てくるので、うん、超かっこいい武器コレクターにはもうこれは集めないといけないやつですね。そうですね。絶対みんな大量で変換するけど、はい、タブ変換だと大量じゃ出てこないですからね。大墓までいけばタブ変換出てくると思いますけど。そこ気をつけないとね。そうですね。大量、はい、大量。はい。で、今回はですね、はい、ちょっと参加条件が微妙にこれまでと違う部分がありますのでご紹介したいと思います。はい。はい、まずこれは、これまで通りの流れを踏んでいるところなんですけども、うんうん、まあ壺チャージで、大事なもの天帝の翼、これを入手してください、うん、で、これはやっぱエリアを占有するプレイヤーが所持する必要あるので、しっかりと条件を満たしている方が取ってください、はい、でマスターブレーカーの所持で、メインジョブのレベルが99かつジョブマスターであるということが、まあ、基本条件です。これに加えてですね、3人以上6人までのパーティーになります。これまであの1人以上だったんですけど、ちょっとここはあのエリアの都合上3名以上ということになってますので、3から6名ということになってます、はい、そして、はい、植生のエンブリオをコンプリートしてください。はい、はい、じゃないと誰っていうことになっちゃうんでね、はい、あのコンプリートされた方はよくわかるというモンスターですので、うん、はい、コンプリートしてきてください。はい、ちょっと強そうなので皆様いろいろとじゃあ準備をしていただき、はい、ちょっとこちら追加されるのをお待ちください。そうですね。はい、ありがとうございます。では続いてはこちらです。バナーバウト。ということで第2回開催が5月16日木曜日からと発表されました。はい、周年に合わせてですね、うん、やりますよというバナバウトです。はい、で、特設サイトなどはまだ、来週の公開予定なんですけども、うん、まずは改めてイベントの概要をお話しさせていただこうと思います。はい、はい、ではスライドお願いします。はい、おさらいです。バナバウトはですね、すべてのワールドで同じ目標に向かって冒険者の皆さんが協力する遊びとなっております。専用のエミネンスレコードに挑戦してプロディットっていう、ポイントを積み上げていきます。プロディットを集めた量に応じて報酬が受け取れます。報酬には全体報酬と個人報酬がありますので、これももうちょっと説明しますね。はい、はい、全体報酬なんですけども全ワールドのですね、プロディットが目標数値を達成すると、翌月に新規キャンペーンが登場します。で、前回の場合は、アンバスケードの、キャンペーンが確か、発動 しましたね、新しいやつね、うんうん、はい、で、今回また新しいものを用意してるんですけど、それはまた後ほどで、もう一つですね、目標を超過達成すると、月替わりのキャンペーンの期間が延長されます。エキスパントゴールってよくね、いろいろ、はい、お金をどんどん、ね、はい、渡していくあの系統のやつ、投資のやつありますけど、うんうん、まあ、そんな感じで 100% 以上プロディット集めていくと、2段階、目標のクリアが作られてますので、うん、125% と 150% だったかな、はい、その2回、期間延長という感じで、いろいろと全体報酬が伸びていきます。うーん、はい、
そして、個人報酬ですね、期間中に集めたプロディットによって報酬を選択できます。エグゼンプラーポイントやおしゃれ装備、強化素材などがもらえてプロディットがたまり次第専用 NPC から受領できますと、うん、まあ、これが、第1回でも、実装されてました報酬の、まあ、基本的な流れになっております。はい、ありがとうございます。はい、はい、で、はい、あ、ごめんなさい、はい、大丈夫です、大丈夫です、さあ、MC を邪魔してしまうとはね、何も、はい、で、今回からですね、うん、ちょっと変更点をいくつかありますので、はい、それを、はい、お願いします。何が変わったのかなというと、うん、まずは、専用のエミネンスレコードですね。エミネンスレコードが、これまで、今受けてるものを消して、うん、でバナバウトのお題をセットしてっていうことをやってもらってたんですが、もう非常に面倒くさいし、今まで貯めてたものをキャンセルしないといけないっていうふうなこともあったので、はい、それとは別枠を用意しました。通常の受注枠を消費しなくなります、うん、で、前回はデイリー目標が同じ、毎日同じ目標でしたけども、今回からは毎日内容を変えていきます、うん、で変えた内容が、自動でどんどん受注されていくというふうな流れになっております。で、目標はですね、4日で1周で、5日目になるとまた1日目の目標に挑戦する流れになってます。でここはまあちょっと調整も、今後のことは考えてはいるんですけども、まずは、4日で1セットいったらまた次の1セットが始まってっていうのをずっと繰り返して、期間中は実施していきます。はい、そして、その目標ですね、アンバスケード以外の目標も今回は追加いたしました。混雑の防止を、目的にいろいろ過去のコンテンツとかを遊んでいただきたいなと思っていたので、うん、例えばですね、連絡船に乗ってバスターサーディンを指定数釣り上げたり、迷子のチョコボを達成したり、特定のスペシャルバトルフィールドをクリアしたりという感じで、いろいろと日替わりコンテンツを出していこうと思っております。なるほど、はい、で、まあ、受注の仕組みについても調整が入りましたので、はい、これもまとめてきました。次お願いします。はい、専用エミネンスレコード受注の仕組みがですね、まずは、デイリー目標、こちらが毎日日本時間の0時に更新されます、うん、で、最初の目標はログイン時にその日のデイリー目標は目標が、受注されます。で少し図を、ね、出して説明します、はいはい、まあ、こんな感じで 1,2,3,4 っていう感じで、これでワンクールになるんですけども、インがログインで、アウトがログアウトを示してます。で1日目に、ログインして、でその時目標をゲットしました、でその日のうちにクリアしましたってなってログアウトをして、で次のログインの時に、まあ、目標が本当は黄色のところでゲットできるんですけど、1日目でもうすでにクリアしていれば、ちょうど切り替わる0時のところで自動的に目標が次のやつが降ってきます、うん、はい、で、まあ、受けたから今日はこれでいいやって言うと落ちて、で2日目のうちにまたログインして続きやろうって言って続きをクリアしました、でまた日がまたぎましたってなったらまた目標が降ってくるっていう感じで、うん、0時を基準にどんどん目標をゲットできていきますよというのが、まあ、これが基本的な受注の仕組みになってます、はい、ただですね、やっぱりこのログインログアウトっていうのにやっぱり人によってね、生活のリズムっていうものもありますし、うん、ログインできない日っていうのも当然存在すると思いますので、ちょっとそのいくつかのパターンをこれもちょっと説明しないとわからないなっていうところもあって、で、あ、ごめんなさい、1個説明抜けちゃった、ちょっと一旦リセットね、喉カラカラになっちゃってごめんなさい。ずっと説明しっぱなしになると大変ですもんね。だんだん分かんなくなってきちゃった。例えばね、0時の前にログインする人とかってもういきなり日変わっちゃって、これどうすんのっていう時があるじゃないですか。1日目の11時にログインしてまだクリアできてないよみたいな人とか絶対出てくると思うので、そういう人も絶対いるということで、デイリー目標を日付をまたいでも保持される
そういう仕組みを今回は入れてます。で、さっきのそのリズムの話ちょっとしましたけど、はい、この保持する仕組みっていうのが、まあ、そんな人たちにとってどう作用するのかっていうところをちょっとパターンをいくつか作ってきましたので、そちらを見ていただこうと思います。で、基本的なルールとしては受注日、例えば1日目とかそういうことですけども、そこで、デイリー目標を受けたら次のログインで、入った日の、23時59分まで維持されますよと、うん、っていう感じなんで、ギリギリ23時に入りました、で、あ、クリアできてないっていう人は2日目の、23時59分まで保持されますよと、まあ、そういう理屈になってます、はい。で、いくつかのそのパターン分けについてご説明したいと思います。はい、まずはケース1ですね、こちらはデイリー目標を受注してから、達成しないで0時を迎えた場合、うん、達成しないでって、あのちょっと目標赤で帯になってると思うんですけど、これ1日目っていう色に合わせてます、はい、でクリアしないでログアウトしました2日目ね、うん、で2日目ログインしました、でそこでクリアできませんでした、はい、で23時59分迎えた場合、ここで強制的に、3日目の目標に切り替わります、うん、ここで、1日目の目標は死んでしまいます。はい、はい、で、3日目の目標がまた今度4日目の最後まで、クリアされない場合はずっと生き残って、4日目の最後に、今度また1日目のワンクールに戻るんですけど、あの次の目標にまた切り替わっていくという形になりますね、はい。でもう一つ、はい、ケース2ですね、この場合はですね、1日目にログインして目標を受けて、でそのままずっと1日空きました、うん、2日目ログインしませんでした、うん、で3日目ログインしましたっていう時、その次のログインなので、間何日空いてようが関係ないっていうことですね。でその間1日目の目標はずっと維持していて、で、その日3日目の最後の、23時59分で1日目の目標は死んでしまうという形になります。でちょうど絵のところで、3日目は3日目中にログアウトしちゃってるんで、もうあの0時をまたいてないと、次ログインした時は4日目になってるので、うん、4日目の目標をその時に受けるという形になってますね。なるほど、はい、というなんか割とね台本無視した説明を今しております。いやでもこの、ね、図があるから結構分かりやすくなったなっていうのと、やっぱり本当にみんなね、うん、バナに戻るそのリズムが違うんで、うんうん、日によってね、いやちょっと今日は仕事が忙しくて入れないやっていうこともありますのでね。そうですね、翌ログイン日っていうところが今回あのちょっと分かりづらくしてる理由の一つにはなっているんで、うん、あの次のログインした日からその日1日終わるまでは、まあ、ギリギリ大丈夫っていうふうに覚えてもらったら、まあ、うんうん、大丈夫かなという感じです、うん、でクリアしたらあのその時点でもう次0時を待ったら自動的に降ってくるので、うん、とにかくクリアすれば何かは降ってくると覚えておいてください。はい、はい、ありました。ここまで大丈夫でしょうか。はいすいません。次はポイント周りとかもなんかちょっと変更があるというふうにお聞きしました。はい、はい、変更しておりますよ、はい、というわけで、まあ、こういう感じでいろいろ変えてますが、途中でやっぱりクリアできないとか、目標によっては難易度違うとかっていうものもありますので、うん、それによってちょっとあの傾斜をつけております。でデイリー目標以前は一律10だったのが、今度は10から30プロディットっていう感じで獲得量が変動しております。で期間内目標っていうのはもう投資であの達成できれば OK っていうやつなんですけど、これもともと30プロディットだったのが50から100プロディットっていう感じでかなりの値上げになっておりますね。で、個人の報酬の中の銀賞っていうのがあったと思うんですけど、そこの、獲得プロディット900っていうところが一つラインだったんですが、うん、これあの下げました、750まで下げましたんで、銀賞まではあのたどり着くの比較的簡単になるんではないかなと思います。はい、まあ、でもこうやってポイントに幅を持たせていただいたことで自分でやりやすい貯めやすい方法でいけますもんね。そうですね、あの、うん、個人の、ゴールっていうものを決めて、うん、で
それまでできれば自分としてはあのバナーパウト OK っていう風にしてもらっても構わないかなとは思うので、うん、まずあのちょっとそこにリーチしやすい形で調整が入ったと思っていただければと思います。はい。でその貯めたポイントをどう使うかっていうところでね、各省のアイテムについても今回調整を行ってますので、こちらもちょっとスライドをお願いします。はい、すいません、水飲んでました。はい、クーポンアイアビーの枚数って書いてますね。はい、はい、こちらが前1枚だったのが3枚になります。で大箱も 2つからここになります、うん、そして旧貨幣とかね、アレキサンドライトっていうね、あの集めるのがちょっと大変系な、アイテムもあるんですけど、そういうのをちょっと追加していきました。そして新たなおしゃれ装備も増やしましたっていう感じで、何かしら欲しいものはあると思います。ね、何かしらね、はい、強化アイテムとか私やっぱり欲しいですね、うんうん、大箱も欲しいですし、そうですね、人によってあのレベルというか、通っているコンテンツだったりとか、うん、強化しているものがやっぱり様々だと思いますので、あの皆様それぞれに合ったアイテムを目指していただければいいかなということで、こういうふうにしております。はい、はい、ありがとうございます。ありますか、はいはい、おしゃれ装備の画像あるそうなんで、おしゃれ装備の画像じゃあ見ていきましょう。はい、はい、お願いします。おー、かわいい。誰でしょう、これはおーの方じゃないですか。そうですね、そうですね、はい、シャントットダウンロードコンテンツのシャントット帝国の D シャントットとかね、はいはいはい、あのフェスでいると思いますけど、あの方々が装備していた杖だったりとか、うん、あと鎌か、こっちは鎌ですね。でこの名前が名分サイズ、名分スタッフっていうんですけど、うん、あの日本語に訳すと先生のスタッフとか、ね、先生の鎌とか、そういう感じらしいです。先生ですって先生って呼ばせてる博士ですからね、はい、一応これあの一番取りやすいところにあったのかな、同章だったかな、同章ですよね、はい、ありますので、おしゃれ装備に興味のある方はこういうのもゲットしてみてください。はい、はい、はい、まあ、でもポイントもね、随分稼ぎやすくなったし、うん、本当に報酬とかもいろいろね、こうやって数も増えたりとかして、すごくいろいろと結構変更点はあるなと思いますけれども、はいはい、他にもなんか追加される点とかあったりするんですか？はい、もう一個ありますね、はい、ランキング機能っていうものをちょっと今回作ってみました。でランキングってね、やっぱり長くこうしかも一生懸命やった人ほど、まあ、高くなる傾向があるんで、はい、ここに本当に実利のあるアイテム入れちゃうと、もうみんなガチな人しか残っていかないんですけど、うんうん、あのランキングに関してはあの称号がもらえるよっていうだけにとどめてます、うん、ただなんだろう、やっぱり称号もらうにしてもある程度こう上位に入ってないともらえないっていう風な感じにしたいのと、はい、でみんなどれぐらい稼いでんのっていうところを、まあ、ここでちょっと知らしめんのもいいんじゃないかなと思いますので、同じワールド内でしかあの機能はしないんですが、ちょっと試してみてはいかがでしょうかという感じで準備いたしました。で、釣りランキングとかね、そういうものでは名前確実に出るんですけど、こちらは匿名で登録が可能です。で、何回でも登録はできますので、あの今がもう自分のギリギリかなと思うところで、あの登録していただければいいかなと思います。登録しないっていう選択ももちろんありますので、うんうん、あのここは本当に完全任意の遊びとなっております。はい、これはその毎回じゃあポイントが更新されてったら、うん、登録し直す必要があるってことですよね。そうです。なるほど。なんで最後の最後にみんな殺到する可能性はありますけど、それがめっちゃ気になりますよ ね、 ねみんな本当に殺到するのかなって、はい、ある程度のところで登録しておいて、うんうん、じゃあ発表ギリギリになったら、うん、みんながバババババって登録して、うん、
最高ポイントが何ポイントかっていうのをね争うっていう心理戦もちょっとありますよね。若干ありますね。ねまあなんていうかやっぱり日替わりポイントっていうところまでで打ち止めになっちゃうんで、うん、あんまりそのなんていうかな多分本気でやってる人のポイントでずらっと並ぶんじゃないかなってなんとなく想像はついてるんですけども、うんうんうん、まあにしても一度やってみようよということで、うんうん、はいやります。で同率何位っていう感じでたくさん人が並ぶことにもなると思うんですが、はい、10位以内だったら一応大丈夫ということで、うん、称号がもらえることにはなっております。なるほど、はい、なんかこの匿名での登録が可能っていうのもねまたなんか、うん、いいですね。でもせっかくならやっぱり自分の名前が載ってほしいなっていう気持ちもありますけど、はい、ねぜひ俺はちょっと楽しみ。そうですね、俺は頑張ったっていう足跡を残していただきたいなと思います。はい、あと気になるのはその全体報酬が気になるんですけれども、前回はそのアンバスケートのキャンペーンだったということで、はい、今回はどういう全体報酬なんでしょうか。うん、はい、じゃあこちらもねスライド用意してますのでお願いします。はい、はい、今回の全体報酬の一つ目はですね、うん、お弟子あお弟子ゴールを目指そうキャンペーンですね。はい、こちらを追加しようと思っております。6月のキャンペーンに成功した場合ですけどね、追加を予定してまして、シェオル A、B、C それぞれのゴールに到達した際の報酬が変化します。で獲得ジョブポイントが 1.5 倍で獲得モブセグメントも 1.5 倍で色あせた鱗などが入ったアイテムの箱こちらの獲得数が2倍になります。おー、これ本当ゴール触るだけでいいから、うん、もう道を覚え大体皆さん結構もう道覚えてらっしゃると思うんで、うんうん、これはね本当にメインのアカウント倉庫のアカウントとかでもねゴールしまくれば、そうですね、いけるやつで言ってもらえればうまいってなるやつじゃないですか。そうですね、ねえ、はい、ゴールをぜひ目指していただきたいなと思います、うん、これみんなで美味しい思いをしましょうっていう、うん、感じですね。はい、はい、そして、2つ目ですね、うんうん、はい、こちらはフェイスコーネリアの2ヶ月間の復刻ですね。ーコーネリア、おかえりコーネリア、おかえり、みんな待ってたよでもおかえりになるかどうかはみんなの頑張り次第なので、確かに確かに、そうそう、これ全体報酬ですからね、達成しなきゃいけないからね、そうそう、まず 100% をちゃんとやらないと達成前提で言っちゃった、入ってこないのでお願いします。はい、はい、そして、3つ目はエグゼンプラーポイントの配布になっております。うん、でエグゼンプラーポイントに関してはさっき割と最初の方でエキスパントゴールの話をしましたけど、うん、はい、エグゼンプラーポイントはエキスパントゴール関係なしで、うん、100% 達成したら上げますっていうだけの話になりますんで、125-150% 達成したからたくさんもらえるはありません。そうなこれは決まった量、一律のポイント、そうです、決まった量になります。なるほど、はい、で、これまだレベルが足りないとかジョブポイント足りないみたいな感じの、あ、ジョブポイントは関係ないかな、あ、関係あるわ。でそういうジョブでやった場合は経験値が付与されますので、うん、もらいに行くときに、あ、うっかり今育て中のジョブで行っちゃったとかっていう人が出かねないなと、確かに若干ちょっと不安視してるんですけども、報酬もらうときは一番欲しい報酬の、ジョブで行ってくださいね、うん、はい、忘れないようにしないとうっかり、はい、うっかりはありますね、絶対ね、ありますね、はい、気をつけましょう。で、そしてもう先に説明はしちゃいましたけども、うんうん、超過達成ですね、エキスパントゴールした場合、何が変わるのかっていう話なんですが、はい、125% 達成で6月のキャンペーンの期間が3日、そしてコーネリアの復刻期間が2ヶ月延長されます。おお、で 150% の達成でさらにキャンペーン期間が3日と、うん、コーネリアの復刻期間が2ヶ月延長されると、うん、つまり 150% 達成すると半年コーネリアと一緒にいられると、そうですよねいる、そういう話です。なるほど、でキャンペーンの方も、都合1週間近く伸びるということなので結構ギリギリまでお弟子ゴールとかその辺が有効になるということになっております。おお、これは半年痛いですよね、コーネリアとね、ね、ね
も伸びるの嬉しいし、これはちょっとみんなでね、こう全体のワールドで頑張って、これちょっとね達成して、そうですね、はい、はい、ぜひキャンペーンを楽しみましょう。はい、お願いします。はい、というわけでですね、今回の挑戦期間ということでね、はい、最後のスライドお願いします。はい、5月16日木曜日、周年の日ですね、17時から、5月の30日木曜日の、16時59分まで開催いたしますので、どうぞ、皆さん頑張ってエキスパントゴール 150% を目指していただきたいなと思います。はい、頑張りましょう。ありがとうございました。以上、バナバウトのお知らせでした。藤戸さん、他に5月のバージョンアップで、あ、そうだ、何か追加することありますよね。すいません、1個ありました。以前からねフィードバックいただいてた、あのアイテムのフォレストドロップ、はい、あのこれのスタックスを、今12個なんですけど、99個に変更いたします。地味に嬉しいやつ、ありがとうございます。はいはい、5月バージョンアップでねこちら反映いたしますので、よろしくお願いいたします。はい、はい、ありがとうございました。はい、以上、もぎってバージョンアップでした。続いてはこちらのコーナーです。もぎすぎバージョンアップというわけで、このコーナーは久しぶりということになりますね。やめてよって感じなんですけど、もぎすぎてダメになっちゃうこともね。なんかやっぱみんなここはね、かなりもぎすぎはかなり期待大な情報が出てくるんじゃないかなっていうところなんで煽りますね。はい、はい、あれですね、あの2024年度のね、あの FF11 が、まあ、果たしてどのように変わっていくのか、開発のこいつら何考えてんのっていうところをですね、ちょっとお伝えしていこうかなと思っております。うん、で、あの実装時期とか、あの やろうと思ってこれから発表することっていうのは、あのもぎすぎてやっぱ死んでしまう気分もあるし、あと調整の結果だいぶ後回しにとかっていうことも当然ありうるので、その点はご了承ください。はい、やるよっていう意欲がありますとか、ね、そうそうね、まあ、いつになるかは分かりませんけどっていうね、意気込みを示すコーナーとなっております。言っちゃえばね、もうね下がれませんから、ね、確かにやばみんながつついてくるね。藤戸さん、あれいつですか実装はっていう風にきっとみんなつついてくるんで、ね、胃がどんどん穴開いてます。ではじゃあ、そんなもぎすぎバージョンアップ一つ目はこちらです。はい、スライドお願いします。はい、はい、こちら、おー、まさかエプリルフールかなっていう。いや本当ですよ。はい、BCG のね、やってくる蛮族を強化して上位レベルに対応しようかなと思っております。あ、祭りだ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 でね、今レベル75想定で、コンテンツって成長を止めているんですけども、はい、これをまずは、レベル99に対応する強さにちょっとしようかなと思います。わあ、なんかやっぱあの当時のビシージの感じが、アビ共感なところがすごくいい思い出になっているので、はい、またそれが体験できるかもしれないっていうことですよね。そうですね、悪い面で言えばそうですね悪いのかな。いい思い出ですよ。そうですか。もうみんなが今ね強くなったのを改めて力を示す時が来た。でね、当然みんな、じゃあご蛇将はっていう話にも、やばい、ガダラル守れないよ、守れないよ、もう朗読劇でもね、だいぶガダラルひどいことになってたんでそのままだとね、すぐに落ちちゃうっていうこともあるので、うん、はい、ご蛇将の方も何らか強化をして、ちゃんと冒険者が守りたいなと思える、NPC 守りたい、 弱い方が守ってあげたいんだよ。いや、だって弱すぎるとやっぱすぐ死んじゃうんで。でもなんかもしかしてもうブレスパばっかり唱えるガダラル見れないのかなって思ったら、ちょっと寂しい気持ちになっちゃいました唱えて頑張るガダラルになるかもしれないまあ実際どういうその強化になるかとか、ロジックになるかっていうところはこれからになるんですけども、はい、まずはちょっと仕組みの方を上位互換で作れるっていうところからスタートして、うん、で順番にこれはやっていこうかなと。いきなり IL119 対応とかそんな風にはしないので、うん、ちょっと順番にやっていって、なんか
あの無理筋がちょっと見えた時点で一旦止めようかなと思ってますので、はいはい、まずはちょっとあの今のプレイヤーの強さでもちゃんと戦える BCG っていうところを整備していこうかなと思っております。ラミア、はい、ラミアとかさ、うん、脱衣技あるからさ、ね、確かに脱がされると多分プレイヤーあっという間に転がっちゃうような気がする。そうなんですよ。なんかね、調整した方がいいかな。死者はやばいなっていう話を今日もやってた。確かにね。いや、ちょっと魅了された時にプレイヤーにちょっとやられるの楽しみなようでちょっと怖いですね。そうですね。ね、あとはいはい、ちょっとあの打ち合わせにない質問してもいいですか？何ですか？ちょっと今ふと気になったんですけど、あの敵がそうやって強くなりました、うん、レベル上がりました、仮にご蛇将がまた捕虜になってしまいました、助けに行った先の敵も強くなったりする可能性はあるんですか？助けに行った先はもしかしたらあんまり触んないかもしれないけ ど、 なるほど、触るかもしれないです。あそこはあのさっきのレベルを上げていった時に、あのどこがネックになるかとか、あの問題になってくるかっていうところを洗いながら今や比較を進めているところなので、あのまだ確定はしてないです。でも行って帰ってくるだけだと意味がないんで、もしかしたら若干レベルを BCG に合わせてあの上下動する可能性は残ってますけども。なるほど。もしかしたら、もしかしたらあのミリを助けに行きませんかとか、ガラル助けに行きませんかっていうエールが届く可能性がまだ残ってるってことですね。残ってます。まだどうなるかは分からないけれども。そうですね、うん、はい、なるほど。いや楽しみですね。また強いBCG体験できるの楽しみにしてます。はい、はい、そしてそして続いての情報もありますか？はい、はいはい、じゃあ次はこちら。おお、アークエンジェル装備の追加っていうことで、うん、これもエイプリルフールかなっていう感じなんですけど、本当ですね、すごい。これはあのこれまでアークエンジェルの武器とか、うんうん、あと盾ですね、あのそういうのは出て、うん、ログインキャンペーンとかでも交換してるんですけども、うん、それとはまた別で、今このエルバーンが着ている装備品ですね、あの防具の装備品、こちらを各アークエンジェル分だけ、作りましたという話です。わあ、みんなアークエンジェル大好きですから、うん、これが自分でちゃんと着れるっていうのは嬉しいですね、うん、そうですね、ね、で、これエルバーンだからエルバーンのっていうわけではなくですね、うんうん、全種族分それぞれ作ってあるので、あのそれぞれあのなりたい例の、装備をまとっていただければよろしいのではないかということで、はい、こんな感じで。おー、かっこいい。これ暗黒たちがみんな欲しいやつじゃないですか。そう、そうですね。袋で埋めたいみたいな。今ね、あのロックスタイルもありますからね。そうですね、はい、あのうまいこと活用していただければいいと思います。これナジ、ナジってみんな言ってるけど、ね、ナジじゃないですよ。ナジじゃないナジフェイスですけどね。ナジがなんかすごく強くなってそうな感じがする。ナジが強そうですね。ねえ、はい、僕のタルタルは宙に受けますか？うん、あのジャンプしてください。ジャンプか。はい、でもこれでアークエンジェルのフェイスとともに自分もアークエンジェル装備で冒険に出ることができるってことですね。そうですね。黒ずくめで第6の AA になっていただきたい。誰だっていう話で、闇の神ですね。はい、そよ風をぜひ出していただきたい。でこれあのおしゃれ装備として実装今回はしますので、まあちょっとパンパンになるじゃねえかっていう風な声がね聞こえてくるんですけども、まあまあそこはご容赦ください。すいません。なんとか整理してください。すいません、はい、一応ね、これ入手方法とかは別途告知をいたします。これはあのやりますので、あの確実に、はい、あのお楽しみにお待ちください。はい、楽しみにしてます。はい、では続いてはこちら、同一アカウント間での、宅配可能アイテムにアイコン表示、長いですけど、同アカ宅配できるアイテムにはアイコンがつきますよという。あ、もう目視で分かりやすくなりますよっていうことですね。そうです、そうです、はい、で今までどうしてたかっていうと、うん、あのこちらをちょっと見ていただきたい。はい、これフォーラムなんですけど、はい、あのこれは同アカ
同アカウント内の PC に宅配できませんっていう EX 属性アイテムのリストなんですけど、うん、これを実は毎月更新してたんですよ。で一番下の方にニューっていうのがちょろっとついてるアイテムが、まあ、これはスクリーンショットなんでないですが、うん、つくんですけども、これもう400とかそれぐらいの数になっちゃってて、やっぱり更新する方も探す方も大変で、しかも11で遊んでる最中にこれ見んのかよっていう風な話にもなりますので、これとは逆の意味で、EX 属性がついていて同アカウント内の PC に宅配できますっていうアイテムにはもうヘルプにそれのアイコンをつけちゃおうぜってことにしました。なのでもうこのページいりません。おー見なくていいです。スタッフさんも楽になるっていうことですね。ちょっぴりじゃないね、これ大変助かるんですよ。これね、一応開発のデータから最終的に作ってるんで、QA にも出して生後チェックをしたりとか、それこそ開発チームの人たちに見てもらったりとかの場合にしてたので、それをしなくていいな、もう嬉しくて仕方がなくて。そうですね、ワークフロー1個減りましたね。減りますから、うん、おー、よかった、ね、直前にやらなきゃいけないから、ね、そうなんですよ、これね、そう、データが決まってからじゃないと作れないんで。そうですね、はい、でどんな感じで表示するのっていうのをちょっとイメージ図を作ってきているので、これをちょっと見てもらいましょう。はい、今四角で囲まれたところですね、こんな感じになるよ。これイメージ図ですからねこのアイテムがそれだよっていう意味ではないんで、まあそうなるかもしれないですけど、だいたいこんな雰囲気ってことになります。なるほど。 EX ついてるのに遅れるのかな、分かんないなっていう時はこれがついてるかどうかで判断してください。じゃあいちいちこれ入るかなと思いながらカバンに移して、うん、宅配に送って、うん、うわもう遅れねえやっていう手間がなくなるなくなりますだけでもそうですね、ありがたいです。はい、そうなります。時間短縮になりますね。はい、はい、というものをやります。はいそしてまた違うのいきましょうか。はい、ま、続きまして、はい、ソーティー用のエミネンスレコードの追加ってことで、コンテンツ項目のエミネンスレコードでソーティーのやつまだなかったんですよね、確かね、うん、なのでこれ追加しますよというお話です。でこれをクリアすると、古びた小箱プラス1、これをプレゼントします。で他の音をやっぱりちょっと並べてる理由もあって、これは一度きりの受注で繰り返しはできませんけども、まあ、小箱欲しいなっていう方はソーティーの時にこれセットしていってください。はい、はい、で、さらにですね、うん、さらにまだある、まだも切ってくれる、はい、デュナミスダイバージェンスの入場時間の仕組み調整ということで、これ入る時に、何時間か待って、でみんなで用意どんで入るんですけど、うん、その後お休みしちゃったとかちょっと無駄な時間ができちゃったみたいな時に、ソーティーとかだとラスピックスプレートを使って、うん、入場のためのまあ、ちょっと時間を稼いだりできるんですけど、それと同じような感じで、デュナミスダイバージェンスの方も、ラスピックスプレートっぽい仕組みを適用するという感じです。ありがたい、はい、なので実際に入場するまでの時間を貯めることができるんで、うんうん、また土曜日にみんな集まってやろうぜの時に、まあ、場合によってはすごい短時間でもう1回っていうことができるっていうことになってまいります。っていう仕組みもこれも作ってますという感じですね、うんうん、はい。でまあ、この辺はコンテンツのそれぞれ の細部の調整みたいな感じにはなってくるんで、適切な時期に適切な実装を行おうかなと思ってますので、これがもぎすぎて死ぬことはおそらくないと思いますはい、 いやでもやっぱこうやってね、すぐにまた入れるような調整がされると、こう久々に入って一気にちょっとやりたいなとかいう時にはすごくありがたいですね。そうですね、うん、はい、連続して入れるなみたいな感じ で、ね、うん、はい、ぜひ活用していただきたいと思います。はい、はい、そして続きまして、まだあるまだあるのかよ、すごいあるんです。盛りだくさんです。はい、パッドコンフィグを回収いたしますということで、去年昨年度にもパッドコンフィグちょっと修正をさせてもらったんですけど、
これはさらにもう一歩踏み込んでいきましょうということで、ちょっと UI も変えていきます。 UI をちょっと見せてください。はい、これコンフィグなんですけど、なんか白い四角が2列になってると思うんですが、はい、しかもなんか四角で囲まれたところ、ジャンプとかジャンプが単体であるってマップとかありますけど、すごいジャンプ異例の出世です ねこれジャンプは感情表現ジャンプのことです。本当にいわゆるジャンプができるようになるのとはちょっと意味が、よくみんなのヒューンヒューンって飛んでるやつですよね。そうです、表現としてのジャンプです。でこういったすごいプリミティブな機能を、パッドに割り当てて実行したいなというふうな、要望というか、もう一番分かりやすい例で言うと、近くの NPC をターゲットっていうのをパッドでやりたい。で今までマクロでテキストコマンドをニアレスト NPC みたいな感じでやるしかなかったんですけど、それマクロ1個使うし切り替えると使えなくなっちゃうっていうのもあったんで、パッドに割り振れないかなっていう、これはフォーラムに書き込まれた要望だったんで、それじゃあちょっとやってみようということでいろいろ試した結果、シフトキー的な感じで何かボタンを割り当てて、でそれを押してる間別のボタンは別の機能になるみたいな、なんかそういうちょっと特殊な操作をパッドでやれば、他の機能を割り振れるんじゃないかっていうところから、今回ずっと開発が進んでいる状況になってます。なんでよく使う機能をそのシフトキーを押しながら、何か丸ボタンとかバツボタンを押したらマップ開く、ジャンプできるとかっていうふうなことで、手軽に実行できるっていうふうなことができないかなっていうのを、今進行中という感じです。ありがたい。私結構やっぱ F8 連打してましたもんそうですよね、ブライミリの時に絶対こうしますもんね、はい、温泉のところとかねそうですね、やっぱり人がたくさん集まってる時にドメインベージョンとかでもそうですけど、ドラゴンターゲットしたいけどなかなかこう他の人に会っちゃって大変とかいう時は絶対F8 を押すじゃないですか。そうですね、 PC がすごくターゲットがになる時にはね、そういう時にキーボードが手元にないと大体みんなパッドでやると思うので、パッドから手を離して F8 っていうのはちょっと大変だったと思います。なのでそれをパッドでできるようになるのはだいぶ楽かなと思いましたので、こちらはぜひ実現していこうということで動いております。ありがたいですね。はい、はい、すいません、水飲み飲みやってますけどはい、そんな感じのことを、これもちょっと時間をかけて、しっかりデバッグをしていこうかなと思っております。はい、はい、最後かなやっともう一個お知らせということで、はい、サーバーリプレイスを進めておりますっていう話を去年からずっとしてますけど、はい、進捗をね軽くお伝えしておこうと思います、で、サーバーリプレイスに関しては、開発環境のいわゆるファイルサーバーっていうところですね、みんながプログラム書いたりって、でそれを置いたりとかしてるところあるんですけど、はい、それの、今根本になってる POL ですね、あっちの開発環境の方から順番に置き換えていってます、で今年いよいよゲームサーバーの方にも手をつけようという感じのターンになってきましたので、途中でなんか24時間メンテとか久々にわかんないですよ、まだわかんないです、メンテするかどうかさえも見えない状況なので、いや なんでそんな言い方するんだっていうふうにみんな思うと思うんですけど、普通にバージョンアップメンテみたいな感じで終わる可能性もあるので、そこはどういう感じで、影響が出てくるのかっていう ところはその時になったらお知らせします。確実に、サーバーリプレイス自体は進んでいるので、これをリプレイスすると安定的にもう5年は確実に動くというものになるので、今保守期間ギリギリ延長して、ああもうちょっとで切れるっていうところまで今行ってるんで、これがふうやれやれみたいな感じになるっていう、そういう若返り工事中ということでね、はい、無事に進んでいるというお知らせをさせていただこうと思います。はい、はい、応援しておりますやっぱりイレブンをね長く遊んでバナディールで過ごしていくためには大事なことですから、はい、そうですね、はい、はい、
もう一個あった。そうなんですよ、ミルさん。まだあと一つ。私もすごくちょっとかなり気になる大事なお話がありますよね。これね、これね、これこそね、もぐと死んでしまうかもしれない。ちょっとね、不安定な中で進めてる話っていうことで、はい、ご承知おきください。はい、はい、こちらです。まさかの種族変更？どういうことですか？はい、イレブンは一番最初にキャラメイクしたら、もう例えばヒューム男にしたら、うんうんうん、そこから先英語を変えれないっていう、まあ、不分率があったんですけども、はい、昨今ですね、やっぱ二十何年経つと世間情勢がだいぶ変わってきてまして、特に海外の方なんかではいろいろ LGBT 問題だったりとかっていうことで、種族が自分には合わないっていうことを割と正当にやっぱ主張できるような環境になってきているっていうところもあります。で、まあ、そういうのもありますし、もともとヒュームからガルカになりたいっていう人はどうかわかんないですけど、ミスラになりたいなとか、女性から男性に変えたいなとかっていう方は要望として挙げられてきていたっていう過去がありました。で、そういう情勢と、まあ、それまでの要望の量っていうところを考えて、じゃあちょっとチャレンジしてみようかと、いうことで種族変更、種族とあと性別ですね、はい、あと大きさS、L、サイズも変えられる結構ね、サイズ問題は、タルタル使ってる人はね、結構気にしてる方が多いんですよ、はい、なんかでかいねって言われたりとかそうですね、そうですね私は S なんですけど、やっぱり L サイズのこと並ぶとすげえでかいみたいな、はい、気にしてる子とかいたのでそうですね、やっぱりそういうちょっと設定しちゃって後悔しているっていうところ、まあ、そこもイレブンの醍醐味ではあったんですけど、そうですね、個性でしたからね。そうですね、個性だったんですけど、うん、まあ、そこをちょっといろんな理由も込み込みでちょっと変えれるようにしましょうというのが今回の企画になります。で、イレブンって、まあ、14には幻想薬っていうね、素敵な変身アイテムがあるんですけど、イレブンの場合は種族とか変えるとパラメータも全部変わっちゃう。そうなんですよ。で、しかも種族専用装備が着れなくなってしまうっていう問題がありますので、はいはい、あんまりその攻略とか、あと思わぬこう変更というかね、自分の思ってなかった不利益っていう風なところを受けてほしくないっていうところもあるので、できるだけちょっとそういう頻繁なカジュアルな変更っていうのはやめようっていうか、やめていただきたいなと思ってます、はい、なのでそれを踏襲した仕組みっていうところをちょっと検討しているので、もしかしたらこちらはちょっと有料化した上で、サービスの提供っていうところを進めようかなっていうふうなことで今話は進めているところでございます。はい、無料になるかもしれないわかんないね、ここ本当難しいところなんで、ちょっといろいろ相談をあちこちにした上で一番適切な方法を取ってやりたいなと思ってますので、まあ、ここは首を長くしてお待ちいただきたいかなと思います。そうですね、これもかなりやっぱりバナディール市場かなり大きな変更にはなると思うので、そうですね、はい、まあ、気長に皆様ね、少し期待しつつ待っていただければなと思っております。はい、はい、ありがとうございました。以上、かなりもぎすぎバージョンアップでしたいや、死んでしまいますねこれは、いや本当にすごかったです、もぎすぎでしたそれでは続いてはこちらのコーナーです。今後のイベントスケジュールということで、はい、まずは現在開催中のイベントをご紹介したいと思います。はい、お願いします。はい、現在開催中のイベントはまずはこちらですということでね、カレンダー新しくなりました。はい、レンブ祭やってます。はい、ウェルカムバックキャンペーン今日から始まってますので、皆さん無料で遊んでください。春のフェイスゲットキャンペーンも、これは月末までですね、やってますのでお願いします。すごいよ、まだまだあるんです、いっぱい。お紙をめくりますよ。はい、はい、5月のログインキャンペーンですね、これは、14日からの開催になっております。
して目玉アイテム今回はデスパチャアックスということでね、デスパチャアックスモリマーが持っている斧でございます。なるほど、はい、あの公式サイトの方に、モリマーからのお手紙が届いてますので皆さんそうなんだ、はい、それはその時に見ていただければと思います。はい、そして1500ポイントにはみんな大好きインプの無敵こちらを設定いたしましたので交換してください。ありがとうございます。はい、続いてこちらのキャンペーンです。モリモリ育成22周年ありがとうキャンペーンということですね。はい、めっちゃありますよ今回はね。すごい、はい、14日から31日まで、やります。経験値キャンペーン、キャパポキャンペーン、HQ それぞれ、みんな HQ ですね、はい、あとアマントローブの関連のキャンペーン、これが実施されますので伊勢マンギルぜひ目指していただきたい。そうですね、そうですね。でトローブのオリジナル装備入手確率アップキャンペーンはだいぶアップするんで、これうちの嫁がこのキャンペーン中に初めてアマントローブやって、うん、いきなりサッシュを当ててたんで、すごい超絶いいあれこんな出やすかったっけとかって思って、ちょっと分かってますかこれのいい効果っていうところを本人キョトンとしてましたけど。なるほど、はい、データを確認しちゃうやつよね。そうですね、後で見たら本当に狭きもんだったんで、あれ引きが良かったのかっていう感じだったんですけど、はい、こういうものもやりますので、はい、ぜひぜひやってください。ダークマターもありますよ。そう、このログインが忙しくなっちゃうわはい、はい、ありがとうございます。続いてはこちらのキャンペーンです。はい、はい、22周年記念ノマドモグボナンザーですよね、はい、年2回の運試し、今回は16日から6月の16日いっぱいまで予定しています。で1等から3等それぞれにね、商品を今回追加してます。お、追加。2等にはなんとミシックの強化素材。おー、2等なんですね。2等ですね、へはい、ありますのでちょっと頑張ってみてください。はい、はい、内容はねその時告知が出るんで見てくださいね、うん、はい、チェックしましょう。あ、もう出てますか。はい、見てくださいはい、で、次いきますか。はい、続いてのキャンペーンはこちらです、はい、冒険者さんずっとずっとありがとうキャンペーンです。はい、毎週ログインするとアイテムをもらえるキャンペーンとなっておりますね。はい、もうこれも違う、これ16日からですね、うん、はい、やりますので毎週毎週何かもらってください。はい、ありがとうございます。次はこちらです、アナバウト。はい、まあ、さっき説明しましたもんね、はい、これ5月16日から5月の30日になってますね。31日じゃないところは注意ですよ。はい、はい、まあ、こちらね報酬もうまうまなのでぜひ皆様で目標達成しましょう。はい、お願いします。はい、次はこちらです、アマントローブキャンペーンですね。はい、あの銀チケットがもらえるキャンペーンになってますんで、うん、ログインすると降ってきます。降ってくるはい、降ってきた銀チケットをためてそうですそうです。ほんで今回アマントローブキャンペーンもやってるんでね、うん、普通にね。そうですね、1000万ギル取れるか、それとももしかしたら憧れのサッシュが出るか、ガブガブされるか、うん、大体ガブガブされると思うんですけど、まあその回数もね、試行回数増えるということで、ぜひチャレンジしてください。はい、はい、次はこちらです、サンシャインシーカーと銀河祭。はい、ね、これはね、もらえるものが増えてます。お、新しいアイテムが増えますので、うん、はい、詳細は後日のトピックスでお知らせしますので、その時確認してください。はい、で期間はまだ未定なんですけども、スクリーンショットキャンペーンの開催も、予定しておりますので、こちらもなんと新アイテムが装填されているという噂を。そうなんだもらえる、はい、おー、ね、楽しみ。はい、どうぞお楽しみに。スクリーンショットのお題が何になるか、みんな祈っててくださいね、簡単なやつって、はい、簡単か簡単じゃなきゃ関係なくね、俺が道に迷うか迷わないかがすごくそんな感じなんだ、なるほどはい、はい、ではじゃあ最後はこちらです、はい、アマントライブです。はい、これすみません手前味噌で先月から始まった番組ですね。ウィーアーバナディールの企画として、開発者の対談っていうところが、まあ、
一番新しいところまで来ましたんで、一段落ということで次ちょっと新しい何かしようということで始まった番組企画です、はい、で動画としてねアーカイブを残していきたいなということで、これまでのお話、うん、ストーリーミッションとかね、あのあたりどんな話だっけっていうところも含めて、冒険者の皆さんがその当時どんなに楽しく遊んでいたかっていうことを、うん、ゲストを交えて楽しく話をして、それをアーカイブして、そこまでもアーカイブしてしまおうというふうな企画になっております。で、第1回は自分が説明のためにちょっとゲストに出たんですけども、第2回からは自分以外の素敵なゲストが登場する予定になっております。で、予定とかね、第2回は決まってますよ。第2回は、イラストレーターの弊社のね伊藤龍馬が登場いたします。彼も割と濃い系の冒険者だったので、まあその当時っていうところにはなってしまうかもしれないですけど、今でもイレブンのお仕事は率先してやってくれるという すごい愛を感じさせてくれるイラストを描いてくれてるんで、なんならだって今日のスライド全部そうですね、龍馬さんのイラストだから。そうですそうです。ああ本当。そうなんですよ。すごい。可愛らしいイラストは全部伊藤龍馬の絵なので、その人がどんなこれまでを歩んできたのかっていうところをちょっと当日語っていただきたいなっていうふうには思ってます。ああ気になります。はい、ぜひぜひ。一応ね模擬バナの月とは被らないようにしようっていう取り決めをしたので今月はちょっとないんですけど、はい、来月、6月15日土曜日20時からっていうことで放送は決まっていますので、はい、どうぞご視聴いただきたいなと。で、すぐにアーカイブを目的にしてますのでね、うんうん、アーカイブのページが上がることになっておりますので、見逃したっていう方も後追いでしっかり見ることができます。そちらも合わせてご視聴いただければと思います。はい、はい、よろしくお願いします。以上イベントスケジュールのコーナーでした。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、エミリーさんありがとうございました。藤田さんもお疲れ様でした。はい、疲れました。頑張った頑張った頑張りましたね。素晴らしいですね。はい、ここからはですね、エミリーさんにもちょっとこうプレイヤー目線で楽しんでいただこうかなと、いうことにして、はい、最後にいくつか私の方から、お知らせというか、何でしょうね、うん、ショッピング番組をやらせていただこうかなと、はい、いうふうに思っております。お願いします。次コーナーこちらです。じゃじゃん、グッズ紹介。イエイ。あらー、やったー。そして今下に出てるのが龍馬さんのイラストです。そうですね。はい、かわいいですね。はいはいはい。ということでいくつかですね、そのまあご紹介したいんですが、はい、その前に、うん、もう見えてるんですけどね、今日配信画面にずっと映ってた、うん、これと、そうそうそう、これと、それとですね、改めてちょっとご紹介しとこうかなと思うんですけど、デコが邪魔ですね。はい、こちらですね、先日開催されておりましたバナディールの秘蔵展の会場に展示してあったものなんですけど、いやーこれすごいですね。ねー、出来がすごい。はい、ね、これリアルサイズなんでしたっけ。リアルよりでかいです。リアルよりでかい。一応ね、リディールの、装備のモデルを元にお手製でちゃんと削り出してホームセンターに通ったって聞いてますけど、お手製で削り出してホームセンターに通ったがマジで意味が分かんない。塚のなんかちょっとこう斜めになってる S 字の部分、はいはい、これここ、はいはい、こことかお家にあった子供用の椅子 の手すりをおいいじゃないかって言って切り出してここにつけたという不直な作り方をして超秘話じゃないですか。やべ、リディルってそうやって作るんだ。子供の椅子が大事。そうなんだ。いやそうなんです、ね、聞いてます、ね、はい。そしてもう一つですね、松井さん側のこちらですね、はいはい、どっちが俺だって言って上かな。上が松井さんかな。これ秘蔵展の大阪会場で初お目見えしたやつですね。はい、で重さがなんと15キロ。だいぶ重いですよね。ないとこれガッて持って片手でですよ、ね、で魔法弾いてるっていうね、すごいですよね。
しかもこれその当初最初ご紹介する予定なかったんですけど、秘蔵展やった後だから改めてこれをご紹介したいって話をして送ってもらったら、今日イレブン何にも関係ないですよ、はい、もう本当にイレブンが好きっていう、もうプレイヤー兼サラリーマンが弊社なんですよ、はい、当然他社じゃないですよ、あ今日も出すんだよね、ちょっと 見に行っていい普通にファン普通にファン、これあれ飾ったってやつでしょって、そうそうそうって、うん、あのそれぐらいやっぱりね、イージスとリリルはね、うん、みんなの心を奪ってるんだなと改めて痛感しました。そうですね、はい、見た。私も今日はイージス朗読会の時に写真撮れなかったので今日は写真に収めて帰ろうかなまあまあまあ、もう、ね、座長だったから忙しかった。ぜひぜひお願いします。そうなんですよそうでね、そんなこんなでね、ちょっと俺もなんかないかなと思ったんですけど、うん、ちゃんと見せられるものは何もなかったですね。なかった？しいて言うならそのね、今エミリーさんの後ろにある、はい、ちらっとあるギレアスの名水これ懐かしすぎるんですけど、一生懸命探したけどそれぐらいしかなかったんですけど、覚えてる方いらっしゃいます？2012年のバナフェスの時に皆さんに、はい、販売させていただきましたギレアスから汲み上げたいいお水がですね12年もの、12年ものの水なんと未開封のまま私の秘蔵店ですね、これは懐かしい、だってもう10周年ロゴがありますもんね。そうなんです。変なね、生命が生まれてなくてよかったね。いや本当に本当に初めて見る方もいらっしゃるかもしれないんで、ララブの尻尾手御用達って書いてあります。そうなんですね、あったなララブの尻尾手そう、ね、ファンフェスでね、そのゲーム内の食べ物を再現しようって言って、うん、いろいろ頑張ったんですけどね、こうやって組み上げてます。そうです、串焼きとかも速攻売り切れたよ、ね、いやー売り切れた、大変でした、大変でした、うん、そう。でもあの時一番大変だったのはアンモナイトの殻を用意するあの殻調達が大変だった、ね、大変だった、あのいろんな食材の中で一番大変だったのが、うん、あのサイズ感の殻を用意することで、うんうん、あーそっかそっか、確かに、はい、いやー懐かしいね、懐かしいね、懐かしいでしょ、12、3年前の話になるんですね。そうなんですよあのね、やっぱね、こんだけ22年もやってるとやっぱゲーム内だけの秘蔵じゃなくてね、ゲーム外の秘蔵もこうやっていろいろ増えるんだなというのは改めて思いましたけれどもね、さすがにこういったものはね、あの図録に入れるわけにはいかないんでね、うん、あのこういう時ぐらいしかご紹介できないんですけど一応、あ、そうそうそう、ま、図録もあるんでしょ。あります、ね、お、図録あ、あったあった、はいはい、こちら、じゃあこれ松井さんに持っていただきましょう、こうかな、はい、こちらがですね、その秘蔵展の会場にいろいろね、あの表示してあったというか、うん、展示してあったものがですね、うん、この一冊にまとまっております。おお、なんかちょっとだけ大丈夫、これ真っ白じゃないですよそうね、ちゃんと入ってます、地図、はい、これ実際販売されているものと同じものなんですけど、これあの受注生産だったので、うん、もう実は売ってないんですよね。そうなんです、超レアですね、超レアですね、はい、皆さんの元には、注文された方にはね、もう届いているのではないかと思いますけども、はい、僕なんかね、バトルのあれなんで決定校は回ってくるんですけど、あ、その手前側の、うん、その手前側って見えてなくて、はいはい、田中さんとか石井さんのレイヤーは見てても、はいはいはい、僕らは見てないっていうか、僕らっていうか僕は見てないみたいなのがあったんで、結構あ、こんなの書いてたんだみたいな、楽しかったですね。わかります。これで時間を気にせず、はい、いろいろと資料を、はい、眺めることができるっていうことですね。そうなんです。穴が開くほど見ても穴が開かないっていう、すごい本なんだ確かに思ってる方はもう大切になさってください。いや本当です、はい、いい仕事が詰まっております。はい、はい、ということで以上、あのね、図録などなどのご紹介でしたということで、はい、こっからがですね、現在予約受付中の、グッズのご紹介になっております。はい、今回ご紹介するのは、先日の朗読劇の会場で先行販売されていたものたちです。ということで、まずスライドをお願いいたします。1個目こちらですね、スマートフォンショルダーストラップということなんですが、現物もご用意してあります。
はい、税込みで1980円なんですけれども、はいはい、はいはい、あ、しまった、早かったよ俺。ここにもだいぶ早い、だいぶ早いですよ。だいぶ早いですけど、いいですよ。もうこのまま行きましょうね。ちなみにこれね、うちの奥さんも持ってるやつですね。はい、そうですね。かわいい、あ、そんな感じになるんですね。そうなんです。かわいい、マンドラが半分顔出して、ちらいいですね。この辺をね、ちゃんともう一度自分で丸めろって。あ、ここね、先のところがそんな説明枯渇するべきかどうかわかんない。いやいや、しましょうしましょう。これによって売り上げがね、100個単位で変わるかもしれないから。そうそう。このね、端っこがね、はい、これ抜けることがあるんですよ。商品ね、梱包時はこれが突っ込んであるだけなんでね。そこをまずね、調整してくださいっていう話をさっき打ち合わせの時にしました。はい。はい、ということで、まずこちら、スマートフォンショルダーストラップでございます。右下の QR コードでですね、アクセスしていただきますと、実際もうすぐに予約ができます。いいぞという方は、はい、ぜひこちらよろしくお願いします。2024年の5月31日金曜日発売です。はい、はい、では続いて次の商品いきたいと思います。スライドお願いします。じゃららん、おー、アートミラー、シンプルですね、うん、名前が兄弟ということですけども、はい、ね、こちら、価格がですね、税込みで14,300円です。野村哲也さんが描いてくださいましたジラートの兄弟ということですね、うん、秘蔵展の最後のところにですね、飾られてたんですが、そうですね、はい、こちらもなんと現物がございます。おー、若干ですね、これ前倒すと良い、あ、そうだね、眩しいからね、ちょっと上に上げるとね、こんな感じ、はぁ、もう最高ですね、うん、ちょっとね、はいはい、キラキラ光ってて、そうなんです、素晴らしい、はい、もうこれ置いとけばね、家が秘蔵店ですよ。いや、ほんとですね。いつでも兄弟を眺められるっていうね。そうなんです。はい、ぜひこちら、うちの部屋がルルデの庭になっちゃいますね。なっちゃいますよ。なっちゃいます、はい、BGM 流したら最高ですね。最高です。ほんとね、綺麗なんでね、ぜひお願いしたいんですが、はい、いやー、ちょっととさすがに14,000円はっていう方がもしかしたらいらっしゃるかもしれない。お買い得なのに。お買い得なんですけど、ファイナルファンタジー11というプロジェクトはね、うん、優しい。優しい。はい、次のスライドお願いします。なんとポストカードを用意しました。こちらですね、330円なんですが、全く同じイラストがちょっとね、うん、お求めやすい値段で、はい、サイズ感もね、可愛くコンパクトになっておりますので、でこちら卓上の、ね、卓上に置いとく分には、ね、はい、全然いいですよね。その用途がね、いろいろ違うと思う、うん、だから当然両方でいいんですよ、両方でいいんですけど、うん、ちょっとどうしても今月はね、いろいろゲームが出るんでとかあったりとかした場合には今月ね、はい、こちら、そうですよね、はい、サガエメを買っていただいてね、そうなんです、こっちをね、いい作品が出てるんですよ、なんかね、ちょっと T シャツが気になって仕方がないんですけど、フライングでもポストカードだとね、またそのサイズ感だったら本当にちょっとね、ジャケットの裏に入れといて、そう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 、そうなんです、ちょっと兄弟をちらって、はい、仕事頑張りますって、いつでもね、こう成分をね、摂取できるんでね、はい、無限ですから、ここはそうですよ ね、はい、自宅外に持ち歩いてね、うん、この成分を吸うっていうことができますよね、はい、ね、何卒よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、ということでですね、グッズの紹介は以上なんですけれども、うん、ややフライング気味のマットさんからお知らせがあるそうなので、はい、引き続きそちらよろしくお願いいたします。はい、私も開発に参加いたしましたサガ新シリーズの最新作ね、はい、サガエメラルドビヨンドが4月25日に発売されました。はい、おめでとうございます、はい、おめでとうございます。素晴らしい。体験版もね、配信されてますのでね、はいはいはい、ちょっとお試し、もしくはどのプラットフォームで買おうかななんて悩んでる方は、まず体験版をね、ダウンロードしてみて、触ってみてっていうのもいいかもしれません。うん、松井さん、はい、あれですよね、開発今参加されたとおっしゃってましたけど、そうなんですけど、どんなことされてたの？なんですよね、僕が入った頃にはもうね、コミットロックっていうか、要するに勝手にあんま変更するなよっていうか、許可制になるぐらいのタイミングだったんで、うんうんうん、まあ、ひたすらテストプレイと、あと全ての会議に出ました。あの会議嫌いの僕が、それはねすごいですよ。もう本当にいろんな職種さんの会、うん、会議定例に出させてもらって、
こんな問題ある。で、まあ、あのみんながね最後にまとめるフェーズはあるんですけど、うん、他の会議に出てるんで、うん、別のところでどうなのかなみたいなのが出た時に僕の方からちょこちょこっと言う。なるほど。偉そうなことでね、うん、いやいやいや言ってやってたりとかしてるんですけど、まあ、事実上本当にこのゲームを作り上げたのは今のスタッフたちがねすごく頑張ってやって、うん、僕本当に手触りこうした方がいいかもとかそういうぐらいのアドバイスしかできてないですけどね、うんうん、まあ、職人さんがこう遊びの部分を最後調整するようにこうそんなニュアンスですかね。そうですね、かなりバトルに関してはあの担当の柴田と、うん、あのその下にスタッフがいるんですけど青木とか、うん、あの彼らがもうとことんやってでその難易度も もう少し下げようよって僕が負けちゃうからねって言って下げてもらったりとかしてやってましたね、はいはい、なるほどな、はい、結構いろんなプラットフォームでね発売されてるんであの遊びやすいもので選んでいただいたらいいかなと思うのでぜひじゃあそちらもよろしくお願いします。はい、はい、コメントでもね体験版楽しかったっていう風なコメントもくださってますね。 ありがとうございます、はい、もう一回スライドじゃあ行っていただきまして、うん、はい、そしてですね、はいはい、ゲームあ次いいですか、ね、はい、じゃあ次スライドお願いいたします。はい、はい、で、まあ、ゲーム以外にもいろいろと宣伝をしてくださいと言われたので、はい、はい、まずですね公式設定資料プラス攻略ガイド緑の導きの書がね、うん、発売予定です。はい、うん、これねすごいいっぱいいろいろと細かい設定やら何やらあとボス戦とかねバトルの指南とかあるんで、うん、なんだったらとことん遊び尽くしてからの方がいいかもしれないですけどまあもう多分5月31日ぐらいにもう皆さんねいろいろな昔でいうアルティマニア的なやつですか。そうですね、ただどちらかというともうちょっとあの設定がとかそういうものが多めかなというあのデータブックっていうよりはそういう世界観も含めですね、うん、いろんなのも出ております。なるほど、はいはい、じゃあちょっと、うん、はい、あ、お願いします。はい、ありがとうございます。私の方からもね、ちょっと改めてじゃあこちらのお知らせを読ませていただきます。はい、サガエメラルドビヨンド公式設定資料プラス攻略ガイド緑の導きの書ということで、緑の波動の先に待ち受ける主人公たちのサガを結末に導くサガエメラルドビヨンド唯一の公式ガイドブックが5月31日に発売予定です。価格は2640円、 B5 版256ページとなっています。デスクウェアエニックス e ストアで予約受付中となっております。スライドの URL から商品ページをご覧いただけます。またサガシリーズの情報はスライド株の X アカウントや YouTube チャンネルで随時発信していますのでこちらもぜひチェックしてみてください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今日唯一目をつぶってた、ちゃんと聞きたいなって素敵な声です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そうですね、まだなんかお知らせがあるんですよ、はい、そして、はい、まだ僕も声に聞き入っちゃいましたけど、はい、まあ、すでに、ね、生放送などで告知済みですけれども、はい、スマートフォン向けの RPG、うん、ロマンシングサガリユニバースでサガエメラルドビヨンドとのコラボ開催中です。お、はい、これね、緑が眩しいですそれ、ね、これに導かれてほしいんですけれども、うん、あのやっぱりねサガ好きなスタッフが作ってくれているっていうかね作っているので、で我々もきっちり監修してますので、うん、本当サガっぽいゲームなんですよ。でそうね、人によってあの全滅 CM を覚えている方もいらっしゃるかと思いますけど、うん、結構あのなんでしょうね、そちらよりはあのストーリーもなかなかいいので、あの、うん、遊んだことがないっていう方はもうねぜひねストーリー追っかけてほしいなと思うので、今ならね、サガエメのキャラクターが、ね、がもらえますっていうか、あの、ありますよということなのでね、うん、ぜひこちらも遊んでいただけたらと思います。はい、よろしくお願いいたします。お願いします、はい、そしてですね、はい、最後なんですけれども、はいはい、せっかくここで宣伝させてもらえるということなので、うん、ぜひね、あのメッセージと
が欲しいなっていうことでイラストとメッセージをアート班にお願いしたんですけれども、はい、佐賀チームのアート高橋さりさん、この高橋さりさんっていう名前にちょっとピクッときたイレブンの冒険者の皆さんいるかと思うんですが、こちらをお願いします、うん、はい、おう、あのエンブリオの、あ、まあ、植生のエンブリオですね、植生のエンブリオの、あの総画ですね、イベント総画を全部担当されている方が、あの実は佐賀チームのアート班高橋さりさんだったということで、うん、はい、あのですね、あの非常展でもね、あの展示されてたかと思います。で、そういうご縁がありますので、うん、ぜひメッセージと簡単なラフ画でいいんで書いていただけませんかとお願いしたところ上がってきたのが、はい、じゃん、めっちゃちゃんとしてる。全然簡単なイラストじゃないんですけど。そうなんですね、めちゃくちゃ素敵、色までついてびっくり。かつですね、あの、まあ、写ってるのはツナという、はい、ツナノリ君という主人公の、あのエメラルドビヨンドの主人公の一人なんですけどと、ね、なんか FF のチョコボとモーグリですよね。このコラボ感はね、うん、なかなかっていうか超貴重な絵なんじゃないかなと。いや、貴重も貴重ですよ。だってこの番組で紹介するためだけに書き下ろしてくださったってことですよね。何発注してるんですかって、すごい。いや、まあ、あの簡単でって言ったけど、まあ、サリさんだったらこれくらいやっちゃうかなとか思いつつですね、なんかいろいろと、はい、調査していただけたので、うんうん、まあ、デジタルで制作して大体7時間って全部で7時間恐ろしい。7時間はガチですよ。まあ、すごい。1営業日ぐらいですコストカットしてる。まあね、まあそれで、あの中央に描いた、うん、まあ、これはあの高橋さんからのコメントなんですけども、うん、中央に描いた御堂綱則は佐賀エメラルドビヨンドの主人公の中でも代表的なキャラクターです。またエメラルドウェーブに導かれて FF11 の世界にやってきたというシチュエーションを想像した時に、彼なら持ち前の性格であっという間に順応してむしろ楽しんでしまうようなところもあるでしょう。きっとそこには FF11 の世界の歓迎してくれる存在もいたりしてという場面が思い浮かびましたということでね、うん、他にも一緒にいる様子を描きたいキャラクターはたくさんいましたが、アメイヤとかシャントとかって書いてあります。アメイヤはエメラルドビヨンドの方の主人公で、シャントとはあの例の例のね、はい、シャントットです、うん、で今回は上記理由で御堂つまのりとチョコボモーグリとさせていただきましたというコメントもいただきつつですね、はい、はい、あのイレブンユーザー皆様へ、うん、あの高橋さんからコメントが預かってきました、はい、こちらはあのやっぱり素敵な声で聞きたいので、はい、エミリーさんよろしくお願いします。はい、それでは代読させていただきます。冒険者の皆様へ、ファイナルファンタジー11植生のエンブリオストーリーイラストお楽しみいただけておりますでしょうか。佐賀エメラルドビヨンドもついに発売となりました。私事ですが、植生のエンブリオを公開前にも感じていたドキドキソワソワといったような不思議な気持ちが今蘇ってきています。どちらの作品にも雄大な世界があり、そこには個性豊かなキャラクターたちがおり、これからも折に触れて皆様と出会い触れ合っていく様子を想像するととても感慨深いです。そして何よりプレイヤーの皆様がいらっしゃることで生まれていく物語が私は楽しみでなりません。改めてファイナルファンタジー11そして佐賀エメラルドビヨンドを今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 2D アーティスト高橋さりということでお手紙いただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。で高橋さんもありがとうございました。ありがとうございます、はい、いや、せっかくだからこのイラストポストカードとかそうですね、したいぐらいだ、欲しいっていうコメントありましたよ。たくさんこれだけのためにっていうのはあまりにももったいない、ね、何かの機会にねカードとかそういうのでね、皆様の前にもぜひちょっと ね見ていただけるような形ができるといいですね。またねコラボとかね、こういうことをやっていただいた時にね、こうさりげなく飾ってあったりとか
ね。するといいかなと思いますけれども。いや、本当貴重なものありがとうございます。ありがとうございます。はい、イレブンバナリールにちょっとお邪魔してしまいまして申し訳ございませんでしたが、はい、エメラルドビヨンドもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そして最後は、もう一個だけお知らせあります。スライドお願いします。はい、こちらもですね、SNS ではちょっと前にね、あの告知出させていただいたんですが、なんかあのサントラを丸と流すぞということらしくて、はい、ファイナルファンタジー11サウンドトラックスペシャルライブストリームのお知らせです。ですね、5月の16日の12時から5月の17日の、うん、13時40分ごろ刻むなこれ、13時40分ごろまで一挙流しちゃいますということでね、アルバムがね全部でね10枚あるんですって。すごいすごいですよね。これだって1日超えてますよ。そうなんですよ。24時間超え。最近なんかね一気に流すのが流行ってるらしいんですけど、イレブンもこれやろうぞということでやるらしいので、こちらぜひあのお仕事の合間ですとか、まあ、なんならご自宅でねお仕事されてる方はあの会議とかはさすがに聞かれてるとあれなんですけど、ちょっとこう気分転換にねあの結構いいと思いますので、ぜひこちら聞いてみてください。ちょっといろんな思い出がね蘇ってくると思うんですよ。いや本当に、はい、ちょっと楽しみ。しかも結構最新のね曲まで聴けるってことですもんね。そうなんです、全曲やります。はい、すごい。プラスってことは EPOL の曲も聴けるんだなこれ。あの今流れてる曲も多分聞こえる。はい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 。そっか、これはちょっと、うん、本当に、うん、もう保存したいぐらいです。買ってください。もちろん私は買ってあります。ただでもこの24時間流し切るっていう、そうですね、そうですね、はい、なんかプレイリストにするにしてもすごい量になっちゃうやつなんでねこれ。そうですね、はい、ね、なんかこれ、うん、ハッシュタグつけてみんなで X でとかそういう企画はないの？今のところ特にないですけど、別にやっていただいてもあの全然大歓迎ですよ、うんうん、そうですね、はい、久しぶりに松井さん X に登場してくれてもいいですけどね。あのアカウントねなくなっちゃった。あ、なくなっちゃったんですか。作りましょうよ。ロックされちゃったんじゃない。なるほどね。まあまあ、 あの藤戸さんがね、うん、あの松井さんからメッセージ預かって流してもいいかもしれないし、あなんかやりっぱなしだとあの疲れちゃうんで、うん、時々こう現れては、ね、多分 2,3 回ぐらい BCG の曲が流れたタイミングで見た、うん、ビクビクビクそうなる。急に思い出すことあると思うんですよ。そうですね、そうあのもしそういうことがあったらね、あの、うん、っていうことなんですけど、はいはい、シャープ FF11 の方でつぶやいてもいいし、はい、よろしくお願いいたしま す、はい、ということで、まあ、はい、あっという間ではあるんですがエンディングのお時間となりました。お、はい、早い、あっという間です ね、 ね、にぎやかでした ね、 ね、喉枯れそう。いや藤戸さんすごかったですよ。頑張りましたね。もぎすぎたよね、本当に、ね、もぎすぎたと思う。いや本当に喉もぎすぎましたね。大丈夫、本当お疲れ様でした。しばらく喋らなくていいこの後。やったね。皆さんも楽しんでいただけましたかね。ねえ、どうでしょう、どうでしょう。でも今日は本当にもぎすぎな情報とかちょっと新しい、その私はやっぱり衝撃だったのは種族変更。もぎすぎの方なんでちょっとねまだそれがいつになるかとかも分かりませんけれども、うん、あそういうことイレブンもついにっていうね衝撃がかなり強かったので、これに対してはもう賛否両論あるとは思うんですけどね、だからこそこう気軽にはあんまりしたくないなっていうところはちょっと押し通したいと思ってるところなんですよね。なんでまあやっぱりイレブンの良さっていうところはそのキャラクターの存在感っていうかね、名前もそうなんですけど大きさしかり種族しかりその人のアイデンティティを示してるものなので、できるだけやっぱ大事にはしたいとはいえ、ちっちゃすぎた、うん、大きすぎたっていうのはね、誰しもがやっぱり思ってることっていうのはあると思うので、そこはじゃあちょっと調整しようかっていうところはできるようにしようと。なるほど、捉えていただければと思います。自分もねタラタラとかでやってると、うん、いや中身こんなおっさんなのにっていうね、罪悪感でね。その話で言うとおっさんのキャラなんかすごい限られるんですけど。そうね、そうね、はい、うん、
か、でも私はでもあの髪の毛緑タルタルの緑の髪の毛、うん、おかっぱタル使ってるんですけど、うん、私はグレーがいいなと思ってた時もあったので、ちょっと髪色だけ変えたいなとかちょっとね、うん、そう細部対応するとかっていう風なことになってくると対応しない種族もいるから、うん、種族っていうかね、髪型のないやつとか ね、うん、あるんで、そこの差異を持ってくるのがちょっとしんどいなっていうところはあったんですよ、うん、だからもうこれはまとめて1個っていう風にしておいた方が、うん、まあいろんな意味で間違いがないというか、ね、そうですね、うん、選択し直すっていう感じですよ ね、はい、そうです、はい、いやでもなんか本当にいろいろとまたイレブンもね、あのバージョンアップもありつつもそういう変化もあるんだなっていう、うん、ね、なんかこう時代に合わせたイレブンのあり方っていうのが今日また新たに、うん、そうですね、聞けたなっていうふうにも思いました、うん、はいはい、はい、ありがとうございます。めっちゃいいまとめやった、いいものいただきました。画速はいらない、いらないです。いや本当ですよ、本当に。いやとんでもない。まあまあまあ、一応でもね、最後にあの一言ずついただいてから締めたいなと思ってたんですけど、ね、はい、なんかあのお知らせ等々ございましたら、特になければあれなんですけども、ぜひぜひ、はい、私ぜひお願いいたします。そうですね、私からだと、はい、大室家というあのゆるゆりっていうアニメのシリーズがあるんですけれども、うん、はい、そのゆりゆりシリーズから発生した大室家というお話がありまして、うん、その大室家 の主人公の大室桜子というキャラクターをやっておりまして、うん、その劇場版が、もう第1弾が公開終わったところなんですけども、うん、次第2弾が6月の21日に劇場公開ということなので、はい、まだもうちょっと先にはなるんですけれども、その劇場の公開を楽しみにしていただきたいのと、それと同時にあの大室家 のウェブラジオとかも YouTube の方でやってますので、うん、ぜひ皆様大室家の方をちょっと検索していただいて、いろいろと大室家を知っていただけたらなと思っておりますので、ぜひぜひあのすごく心が温まって愛にあふれた作品なのでぜひともよろしくお願いいたします。はい、はい、お願いします。ありがとうございます。エミリさんでした。はい、ありがとうございます。パチ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 。いや本当今日来ていただいてよかった、ね、よかった、ね、いやとんでもないです。むしろ私呼んでいただけてすごく嬉しいです。またこうやって周年の月に。ありがとうございます。もういつもいつも呼びつけやがってって思われたらどうしようとかって思ってたんですけど、よかったです。そんなことないです、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。では続いて松井さんお願いします。はい、ですね、まず冒険者の皆様22周年、まあ、まだ早いですね、おめでとうございます。ありがとうございます、ね、よく頑張った。ありがとうございます。ありがとうございます。あのこうやってイレブンが続けられるのはやはり冒険者の皆様が遊び続けてくれていることだと思います。僕自身はその直接のチームからは外れてしまってはいますけど、引き続きね、温かい声援を、そしてあのね、もぎすぎで出てたね、僕なんかビシージ楽しみなんですけど、うん、ね、ぜひ早くやって早くと思います。はい、引き続きイレブンをよろしくお願いします。はい、松井さんでした。ありがとうございました。はい、では最後に藤戸さん、はい、いい塩梅に締めていただいてよろしくお願いします。はい、間もなく22周年を迎えるファイナルファンタジー11ですけども、もうみんな言ってますけど、ここまで続いたのは本当に冒険者皆様がバナディールを支えてくださったおかげでございます。ありがとうございます。で、今日もぎすぎでいろいろ話しましたけども、あれあくまで今考えてることなので、もしかしたら1ヶ月後違うこと考えてなんかこれ実装しようぜみたいなことをまた全く予告してないことを突発的にやる可能性ももちろんあります。でやらないかもしれないですけども、どっちにしてもいろいろとイレブンは今を維持するっていうことをやりながらも、その上をちょっとずつでもやっぱり積んでいって、なんか前とはやっぱちょっと変わったよねっていう風な感じで、新しさっていうところをちゃんと求められるような、そういう進行をしたいと思っております。ただやっぱり人数的な手が足りないっていうところももちろんあるし、あちこちネゴしないとみたいな、まあ、そういう内輪の事情はあるにせよ、ちょっと進行は遅めになっておりますので、あれまだかよとかっていう風な感じでちょっとしびれを切らしちゃうこともあるかとは思うんですが、まあ、そういうところも含めてですね、ゆったりしたバナディールライフを
今後も続けていけるような、まあ、そういう状態を作っていきたいと思っておりますので、ぜひ皆様ご協力いただきまして、で楽しい毎日を過ごしていただけたらなと思っております。はい、今日はどうもありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ということでね、なんか22周年ももりもりで、ゲームの中もねより新しく快適に変わっていくでしょうし、ゲームの外はね今日いらっしゃらないですけど、和尚さんとかね、うん、菊池さんがねアマントライブの放送もやってくれたりとか、はい、まあ、我々もね、うん、ロータに夢中ってもぎばなを続けたりとかしますんでね引き続きよろしくお願いします、はい、ということで、以上で第68回もぎたてバナディール終わりにしたいと思います、はい、それではまた次回お会いしましょう。さよなら。さよなら。